19日日本時間午後11時50分鳩山ブルガー人両全権によって日ソ共同宣言が調印されました。1年4ヶ月前単身ロンドンへ赴いた松本全権はおよそ半年にわたってマリクソ連全権と交渉を続けた後ついに国後択捉の帰属をめぐって会談は決裂しました。このロンドン交渉をきっかけとして北洋の漁業制限に抗議する交渉が始まり立役者河野農商の登場となります。河野代表はイシコフ漁業省との間に漁業条約を締結すると同時に行き詰まりとなった領土の返還についても独自に大胆な政治折衝を行い交渉再開への糸口をこしらえました。そして再び日ソ交渉が開かれたのです。今度は重光外相が全権となって重ねて国後択捉の返還を強く主張しましたがシェピーロフ全権は一歩も譲らず交渉はわずか2週間の後再び失敗に終わりました。こうして難航した日ソ交渉は最後に鳩山首相のモスクワ訪問となり不自由な体を押して交渉に当たりましたが結局は日本側の譲歩によってついに日ソ交渉は妥結を見たのであります。ようやく日の当たる場所となった東京間宮菜のソ連漁業代表部交渉の陰に働いたチフビンスキー氏も明るい表情です。この日をひたすら願ってきたルス家族の人々もほっと一息北の果て歯舞い色丹に帰れることになった島の人々小学校や中学校の生徒たちは早速旗行列を繰り出し交渉の成立を祝いました。ノサップ岬の目の前に横たわる歯舞い色丹は戦後11年ようやく帰ってくることになったのです。